りスタジオから祭りセッションを奪いやがって、踏ん張りやがって、へっぽきやがって、やってまいりました座禅ボーイズ。本能して待ってる。Life in the cold of water.
遊びという曲です。繰り返される、諸行は無常、それでもやっぱり蘇る。
女は言った聞いてなかったが歯を先の部分にとぎるさが嫌いがちになってきたというような意味のことを3時間後の布団の中で女は言った聞いてなかったが風が吹くと条件反射で面白い顔になってしまう北陸かカンボジアあたりの地方の言葉のニュアンスで女ははっきり言ったほとんど聞いてなかったがそして4時間半目の地下鉄の中で別れ際に とにかくステージ上でこうまずこう熱が発生して、その熱がこうどんどんそのメンバーそれぞれの熱がこう合体してですね絡み合ってこう渦になっていくと渦巻きになっていくのがね、うん、その渦巻きの中からこう、なんか得体の知れないものが生まれるわけね。それがどん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 その得体の知れない何者かがこう観客席に伝わっていって熱とともにでお客さんもその熱にこう、こううなされるように、熱が伝わっていきより大きな渦ができていきますよね。でこの一つのこの大きなうねりになるね、まあ、これ一つのグルーヴというんですけども、このグルーヴを感じる瞬間というのが非常に、いいもんでして、それを求めてライブやるんですけどもね。でまあその、そしてまあ心がざわざわすると、これいいもんですよね。ライブの中でその観客の皆さんとその分かりやすくこう共有して、一緒にこう手を挙げたりして同じ振り付けで踊ったりして、そういう部分は少ないですよね我々は、そういうアプローチはあんまり、しないんですけども、渦巻きを作るということでしょうか。
ジオからやってまいりました、ザーゼンボーイズ。We'll be right back.
ギターカシオメン、ベース吉田一郎、ドラムス弓道二段松下敦、そして私 This is 向井秀斗。祭りスタジオからやってまいりました、座禅ボーイズ、乾杯。